今誰も歌ってないですね。歌ってない。はい、はい、はい。で、この状態で、普通だったら0点って思うじゃないですか。うん。だけど、多分0点じゃないんじゃないかなって予感もして。え、何点ぐらいあると思う？40点ぐらいじゃないかな。40いく。さっき、ちょっと歌って20ってのがあったんですよね。ちょっと歌って20、じゃあ10ぐらいじゃないかな。10ぐらいか。で、10ぐらいが多分前、うん、まあ通常の0の近辺。うん、だから10を0とすると10点以下はマイナスって感じなんですね。90点とか出ない出る90出ないかな。じゃあ我々まだ90出てないじゃないですか、うん、そうするとじゃあ我々の 全否定ってことですよ。これで90出た90出たね、うん、でも昔ゲーセンにあったあのボクシングのパンチマシンあったじゃないですか、はい、あれ思いっきり叩いてもそんな点数出ないじゃないですか。あ、出ないです、ね、誰か本当思いっきり叩こうとして足が滑ってガチャって軽く押したみたいなんですよ。なるほど。そしたら900キロとかありえない パンチが出たみたいな。いい声にこうなんかこうスイッチ押しちゃったんですね。こう多分ガチャッつガチャってね、うん、なんかインチキですよねあれ。じゃああれパンチしないとどれくらいの重さなのかな。逆にパンチしなかったら早く何も出ないじゃないですか。何もゼロトンとかですかね。あの早くパンチしてくださいって。さっさと打てみたいな、うん、あーなるほど。これさっさと打たいって言わないんですね。これうわ言わないですね。歌えよ歌えよって言ってるかもしれない、うん、ボリューム下げてるから聞こえないんだけど途中でえ早く歌わないよ終わっちゃうよって言ってるかもしれない。もしかしたらね、うん、もうめっちゃもう催促してきて、うん、そうですね、え、あんたこの時間を無駄にするの30秒のものそういう機会あってもいいね、うん、あのカーナビとかで逆らってると文句言ってくるとか。え、次の交差点を右です、右です、右です、でも曲がれていただろうとかね。でコース修正しますか。あ、すげえ左です、左です、左ですてか全然音楽を終わらないですね。これすごい終わらないですね。なんかこうこんだけ喋ってんのに終わらないって。え、こんなのない歌でしたっけ。このうーあーっていう歌、うん、もうそろそろあれ、そうそうもうそろそろ、あ、そう、だから YouTube みたいにあのこのなんか飼育バーみたいなのが出てると。確かにね。 あともうちょっと終わった終わった。あ、うるさい。じゃあ気になるどんくらいですか。気になる点数おぉそうきたか、そうきたか。マイク入力がないため。なるほど。おぉ、どうでしたこの感想は。いやー、まさか意外ですね。システム屋さんとしては、合点いきますよね。今しょうがないですね、うん、逆にこれでね、なんか点数を与えたとしたらおかしいですかね。そうですよね。この0点になるかってやってみたら無音でダメって言われましたよね。なんかもうね、もう問題外だみたいな、うん、なんかとりあえず歌を歌う人の間になんか喋ってればいいのかなってね。そうそうそう、もそもそ喋ってるのは、うん、とりあえずまあマイクの入力もあるわけなんですけど、うん、それ今日面白い歌、トラベリングっていう歌だけある、すごくいい曲で流行ってたじゃないですか。でもこれ歌詞見てみると面白いですよ。当たり前のことばっかり言ってますよ。タクシーもすぐ捕まるとかね。捕まりますよね。飛び乗る、目指すわ君。わざわざ飛び乗るんですね。うん、飛び乗るんですよ。普通に座りやすいのに。それどちらまで行かれますか。ちょっとそこまで。そんなこと言われたら運転手さん困りますよね。困りますよこれ。いや、ちょっと不景気で困りますよ。不景気よりもまだ行き先行ってくんないと困るみたいな。週末ドアに注意。まあ、とりあえず行っちゃうのはわからないけど、うん、風にまたぎ、え、月まで行っちゃうの。確かに、うん、もうすごいよね。飛んでくれるみたいな。僕の席は君の隣とか。どういうこと。もう風言えんだ。もう言ってることめちゃくちゃですね。あ、君におかしいこと言ってたと思う。なんかね、マジかよ。うん、え、トラベリング、ちょっとした移動なのに。トラベリングってあのバスケットなんか、あ、トラベリングって3歩以上。はい、そう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 、うん、遠くなるとこまで。どこまで。これちょっとそこまでじゃなかったの。え、遠く行きたかったのか、ちょっとそこまで、うん、なんで、どっちかにしてほしいですね。なんかね、はい、いや、こんな歌詞の曲なのにすっげえ流行ってたじゃないですか。うん、どういうこと。飛ばせって、運転手さんにね、スピード違反をね、こうね、多分急ぐことはないけどって言ったよ。それはないですよね、それは。それないですよ。どっち矛盾しますよね。なんかね、これ困りますよ。タクシー運転手が一番困りますね。うん、そうですよ。あの仕事でこういう配慮することを指示されたらちょっとね。そうそう、だから一応やっぱタクシーの時も使用書を書いて、あの確かにね、どっかどこまで、うん、あの高速道路を使うか、使える歌があるっていう。でもね、エンドレスリピート。ああ、ずっとこんなこと言ってる。そうですね。気持ちの拍車がかかるわ。いや、そうか、
そうか、運転手さんがモヤモヤすることが狙い通りなんですよ。うん、狙いそういうことか。そういうことなんですね。知ってる？知ってる？いつも？え、知ってる？タクシー。すごい。そう。うん。じゃあ、あ、合ってる？時々合ってる？え？え、どれ？チラリってどういうこと？うん。え、運転手さんに何？色気使ってタダにしろみたいな、そういう。捕まりますよ。でも今こうやって喋ってるだけなのに合いますよ、なんか。あ、本当だ。なんか合ってますよ、ね、時々。目的はまだ、まだ、まだあるかい。もうひどくねえんだ、これ。ひどくねえ。下げて。何も怖くなんだろう。あ、まあ、ね、運転手さんなんか無茶振りするぐらいは全然怖くないよ。そういうことですね。もう気分、もう気分次第でそんな服やられたら、止まったもんじゃない。嫌だね、これ。どっかの国だろ、タクシー運転手。これが踊り出すみたいな。あ、タクシーの運転手、あ、やめてください、走行中に踊らないでくださいみたいな、そんな感じになっちゃうね、もう。そうなりますよ。なんか秘密の願いがあったみたい。それうずいてる。そうなんだ。どこうずいていたのね。30年前にそれ急に打たれた傷がうずいてる。古傷ですか。いいね。まあそれは不安だよ。なんかね。一番不安なのは運転手さんだし。運転手がちょっとかわいそうだよね。かわいそうだよね。こんな客が乗っちゃったばっかりなんかよくわかんない。金払ってくれるのかよくわかんないけど。そうだね、最後どういうオチでしたっけこの曲。わかんないね、ちょっとすごい、うん、まあ見てみましょう。どこにいるのとかって自分の意思を見失ってるみたいですよ。どこにいるのって、それはちょっとそこまでやってれば適当なこと通じかれちゃいますから。そうですよね、まあ、先に来るみたいな。ちょっと自分勝手なお客さん、いかせってタクシー壊したんですか。やばぁ最近の犯罪じゃないですか。やばいじゃないですか。マジマジですね。なんかマウとかひどいですね。止まるのが怖いって。止まるのが怖い。まあそれは止まった瞬間におまわりさんに捕まっちゃうんですかね。確かにね。走ってないでは大丈夫だけど。それこれで終わり、これで終わり、これで終わりですか。あ、じゃあ点数見てみましょうか。点数必要なんですね。あ、一応我々でゴールになることに消費してますね。こうして淡々と喋ってるんでね。さあ、気になる点数の方が点数 30% 採点してくれたもん。47点。あれさっきちゃんと歌った一人より高いじゃないですか。高いよね、喋ってるだけで点数取れちゃう、うん、20点の私です。なんかね、ちゃんと歌ってて20点でしたよ。とりあえず音が入ってればいいらしい。なんか喋ってれば50点ぐらいは取れるっていう、そういう結論なんですね。そうですね、0点は分かんないですね。0点は分かんないですね。0点の基準は0点取るの逆に難しいかも。うん、さっきのさ0点じゃなくて、まあ、ゾーンがいいですよね。うん、多分採点する声入れてないと。